ずに皆様に倍で恩返しできたらなと思いますので精一杯頑張ります。ヤッホー、さくらです。はい、今回はですね2つほど皆様に重要な重大なねお知らせをしていきたいと思います。まず1つ目はですね、この動画が上がる頃にはみんなにはもう伝えてるというか SNS で言ってるんですけれども、この度さくらはですねプティーンレギュラーモデル7期生として活動することになりました。本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。もう嬉しいです。本当に本当にいつも応援してくださっている方々のおかげでしか言えないんですけれども、本当に何だろうな、たくさん話すことあるんですけれども、まず私あのポップ戦というものオーディションに受けたことがあって、最初の一つ前で落ちてしまって、正直死ぬほど悔しかったです。本当に悔しくて、もうその時はたくさん泣いて、なんだろう、その時のこと話すぐらいで本当に涙が出るぐらいすっごく泣きました。めちゃめちゃ悔しくて、とりあえず最初、破いてね、自分の殻を破いてメイクの力練習したり、服装もオールジャンル着てみるとか、カラコンもいろいろ試してみるとか、髪型とかもいろいろショートボブにしたんですけれども、自分なりに頑張って、でも本当に皆様のおかげでね、あの今回こういう報告ができました。ありがとうございます。とりあえず本当にたくさん言いたいことあるんですけれども、頑張りたいこととか詳しくは本当に紙面の方で言ったりしてるので、詳しくはそちらを見ていただけたらなと思うんですけれども、とにかく一番私はあの背が低いのが自分的にすごいコンプレックスで、本当になんか背が低いっていうのを感じさせないぐらいのモデル力を自分自身に身につけられたらなと思います。で、あと本当にいろいろな意見があると思うんですけれども、応援してくださっている方に本当に感謝しかないです。一日でも早く専属になって、本当に皆様に倍で恩返しできたらなと思いますので精一杯頑張ります。とそれ以外の方にも一人前のモデルですね、一人のモデルさんとして認めていただけるように自分らしく頑張っていきますので、応援よろしくお願いいたします。はい、ということで2つ目はですね、今話したポップティーンのことなどもあってなんですけれども、さくらチャンネルは週2投稿になることになりました。すいません、減ってしまったんですけれども、まあ、ポップティーンもあるし、そのこれもありがたいことなんですけれども、今年勉強頑張らなければいけないっていうのもあるし、プティもあるし、まあそれ以外のお仕事とかもあるので、あの週4投稿してたんですけれども、あのそれが結構厳しくなってきたりするので、やっぱり中途半端な動画をお届けするぐらいなら、やっぱり一つ一つをしっかりした動画を皆様にお届けしていきたいなと思ったので、今回こういう判断にいたしました。はい、ということでこれからもポップティーンでのさくらも、サクティンって言うんですけれども、サクティンもあのさくらチャンネルのさくらも、いろいろな桜をよろしくお願いいたします。みんな大好きです。はい、ということでじゃあ明るく締めをしましょう。せーの、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ、チョベリグ。